嗨，你好，我是超级爷爷斯弗尔基。今天有一个来宾，他是日本宫城县南三陆町的町长。南三陆町这个地方，三一大地震的时候几乎崩溃，受到很大的损害。然后他们重建的时候，台湾资源很多，所以他们居民对台湾的印象很好。现在透过12年的时间，重建工程告一个段落，疫情也告一个段落。趁这个机会，町长亲自来台湾向台湾朋友表示感谢之意。我的频道也邀请他，想要跟他聊一聊。好，那么请大家马上看影片。今天的影片是跟南三陆町的町长谈台湾。南三陸町の町長と台湾について語るです。嗨，大家好。今天在我旁边的是日本南三陆町的佐藤町长。佐藤町长这一次有机会来到台湾，所以我想问，他对台湾的印象如何？还有希望以后的台日关系怎样发展等等。好，那就我马上问哦。ということでですね、今日はお忙しい中どうもありがとうございます。こんにちは。はじめまして。はじめまして。チャオチイエイエスーパー G といって、チャンネルの中ではイエイエとかスーパー G とか呼ばれてます。でとりあえずですね、まず簡単に自己紹介していただけないですか。はい、日本の宮城県南三陸町の町長の佐藤と言います。本当に12年8ヶ月になりますが、東日本大震災で台湾の皆さんに大変お世話になりました。そういった感謝の思いを込めて今回台湾の方にお邪魔させていただいております。はい、どうもありがとうございます。町長は台湾は初めてですか。いや、もう震災後4回目になりますね。あ、そうですか。はい、コロナ後は。コロナ後は初めてです。おお、あ、そうですか。今日はですね、私の方から3つほどちょっとお聞きしたいということで、はい、質問を準備してきました。はい、まず1つ目なんですけれど、佐藤町長、台湾に対してどんな印象がありますか？イメージはどんな感じでしょうかっていうこの質問です。まあ本当にね、困った時に助けてくれる友人というのが台湾の皆さんだったなっていうふうにつくづく思ってます。本当にうちの町壊滅しましたので、はい、で1万7600人のうち800人以上の方が犠牲行方不明ということになりましたし、建物ね、住宅も工場も商店も、6割以上が全て流されてしまったという、壊滅的な状況でしたが、そういった状況の中でね、台湾の皆さん方のご支援っていうのは本当に突出してましたからね。もう我々とすれば台湾の皆さんに対して本当に言葉で言い尽くせないほどの感謝の思いを持ってます。よく台湾ではですね、もう震災から12年も経ってるんだけど、それでもまだ感謝されるっていうことをよく言われて、半分あ、日本すごいなっていう気持ちとちょっとおかしくないかみたいな両方の感じで言われるんですけど、そこはどうでしょうかね。時間が経ってもやっぱりこの感謝っていうのは、日本にいない時はね、台湾の皆さんって、実際行ってるわけじゃないんでね、そうするとどうしても12年8ヶ月という日数考えると、もうこんなに経ってるんだからって思うかもしれませんが、実はうちの町の復興事業が集大成を迎えたのは昨年の10月なんですよ。あ、なるほど。それまでずっと復興事業を12年にわたってやってきましたので、復興を成し遂げたっていう言葉を使えたのがやっと昨年の10月なんですよ。ですからこの間ずっと我々は台湾の皆さんに対して本当に感謝の思いをずっと持ち続けてきたんですよね。で今回お邪魔させていただいたのは、やっとこう集大成を迎えましたと、で集大成を迎えてこの報告はやっぱり台湾の皆さんにしなければいけないなっていうのが今回の訪問の趣旨だったんですよ。そうですか。今はどんな感じなんでしょう。震災前の状態にかなり近く戻ってきた。ですね、震災前と同じ町を作ると、はい、また同じ災害が起きるということがありましたので、うちの町の復興の一丁目一番地は、津波で二度と命を失わない町を作ろうということがうちの町の計画だったんです。でその計画でやったのが、津波の来ない高台に皆さん住みましょうという、住宅地をすべて山を削って高台に移しましたので、ですから震災前の街並みと全く変わってしまいました。そういう街を作って、今どんな津波が来てもね、夜枕を高くして寝ていられるという、そういう
町を作り上げましたので、まあ、安全安心な町を手に入れることができたなというふうに思います。観光客なんかももう受け入れてますか？結局うちの町は基幹産業が水産とそれから観光なんですよ、そうすると水産は基本養殖漁業なものですから、ある意味そこはすぐ立ち上がったということができましたし、水産が立ち上がって商店街が立ち上がるということになると、もうたくさんの方々に今おいでをいただいておりますので、ですから震災前のうちの町の観光客の入れ込み数というのは一番多くて100万ちょっとだったんですが、それから震災から6年7年経つともう144万人を超えるというぐらいになりました。ただ残念ながらね、ここ2、3年はコロナということでちょっと苦戦しましたが、まあそれでもまた今100万コストというものまで戻りましたので、大変活気のある町になっているなというふうに思います。なるほど、はい。それからですね、まあ、今お聞きしたのが、まあ、私がもともと用意してた2つ目の質問だったんですけれど、震災から12年後に、町がどう変わったかということだったんですけど、もう一つお聞きしたいのが、はい、今後、まあ、日台の関係っていうのはどういうふうに発展していくのを希望されますかっていう、そこでちょっと一言なんか聞きたいんですけど、これはね、これからというよりも、これまでもそうですし、これからもそうっていう言い方の方が正しいと思います。なるほど。というのは震災後に先ほど言いましたように、うちの町の病院が壊滅しました。はい。その際に病院の建設資金として台湾の工事会さんの方から、建設資金の約4割を出していただきました。はい。まあ、22億2000万円。そういった感謝の思いってうちの町民皆さんお持ちになってるんですよ。ですから震災で、まあ、一定程度時間が経ってから台湾の高校生、高級中学校の皆さん方がうちの町においでになって、まあ、サマーキャンプとか、まあ、そういう展開をしてやっていただいておりますので、うちに南三陸高校ってあるんですが、はい、南三陸高校と交流をしている鍵高級中学校と竹崎高級中学校に今回お邪魔させていただいて、高校生はもちろん連れてきましたので、まあ、今までは、ね、一方的にこう台湾の高校生の皆さんがおいでになっているんですが、そうではなくてこれから相互交流をしようということで、双方向ですね。そうです、そうです。それが今回第1回目ですので、これからもこういう、ね、高校生同士の若い人たちの交流をこれからも続けていきたいなというふうに思いますし、また合わせてね、いろんな今度行政関係とのね、つながりで観光振興というものについていろいろお互い力を出し合いながら頑張っていって、日台の親善というものをよりより深めていきたいなというふうに思っております。南三陸町の住民の方々はもう台湾っていうとイメージが大体湧く感じですか？イメージが湧くというよりも恩人というイメージです。恩人、恩人というのはね、さっき言いましたように病院に行くたんびに、この病院ってすごい立派な病院できましたので、そこが台湾の皆さんの支援だっていうのが町民皆さん分かってますので。あ、みんな知ってます、知ってますね。あ、なるほどね。ですからそういう意味で町民の皆さんの台湾の皆さんに対する思い入れっていうのかな、そんなのいっぱいありますし、それから台南でね、2017年頃かな、台南地震があった時にも、はい、その時もうち、まあ、募金活動をしました、まあ、その時私正直にびっくりしました。こんなに金額集まるのかっていうぐらいに集まりまして、あ、まあ、それはねやっぱりね、裏返せば、町民の皆さんが、台湾の皆さんのおかげで、病院も作ってもらって協力してもらったし、それから現金もたくさんいただいたっていう思いがありますので、まあ、台南の地震の時には今度はこちらの恩返しという、ね、そういう思いだったんですね。じゃあもう南三陸町の住民の方々ももう本当にもう台湾大好きってそういう感じですね。そうです、そうです。ですから高校生がね、高級中学校の子どもたちがうちに来ると希望されているのは民泊なんです、家庭に泊まるって、これがね、民泊っていうオーダーで来るときに、台湾の子どもたちなら受けましょうっていう家庭が多いんですよ。すごいね。ですからそれぐらいね、町民の皆さんにとって台湾の皆さんに対しての感謝の思いってのは本当に深いなと思います、はい、聞いててすごくいい関係の日台友好が育まれてるという感じを受けました、じゃあまあちょっと、今日は短かったですけれど、まあ、こういうことで日本、の南三陸町の、佐藤町長に、お話を伺いました。町長どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも。ではシェシェ台湾、シェシェ台湾。
嗨，跟南山陆定的丁长谈台湾，他们很忙的行程中特别抽出时间来我的频道，非常感谢。丁长用恩人这个词表示对台湾的谢意，还有他们居民也非常喜欢台湾，我希望以后两地之间的友好更深厚。这个三一的事情已经过了12年，现在很多人不记得，特别是年轻人。我每年造访大学或者参加活动，告诉年轻人当时在台湾发生什么事情，你看你看这本书呢，阿里亚多谢谢，是主要内容是写311大地震的时候台湾捐款给这个灾区很多很多钱那个故事。我想知道你们311大地震记得不记得？记得吗？不记得怎么样呢？我那个时候311大地震的时候，那个是2011年，那你12年前，12年前你们几岁？可能很多人不知道那个时候在台湾到底发生了什么事。这个很重要的台日之间一个很大很大的转捩点，所以今天我要告诉大家这个事情，然后我的书也要分享给大家。好，是这样子。他们很认真听，他们对这个话题很有兴趣，我也要透过这些活动要加强台日之间的友好关系。好，那么今天的超级爷爷私分记到此就结束了，下次还有机会在后面继续聊聊吧，拜拜。